い、どうもリルレでーす。一人です。みんなビビっちゃって来ないんですよ。何にビビってるかって言ったら、風です。爆風です。マグももうビビってます。私、炭付けが終わっておりません。炭付け使ったは、新しく購入したエディングタックルを使って 500g 以上のアオリイカを釣るという企画。無理です。この状態では正気を保てません。無理です。ということで来ております。聖地です。ここに来たからには500は行くでしょうから、はい、ということでですね、爆風ですが、やっ、マブラ、ほら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 、ピシャ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 、すごいすごい、投げたい投げたい、ちょっとナブラが動ってるんで投げてみます。何を投げればいいかすら分かってないから、何を投げればいいかすら分かってないから、さあ一投目いきます。しゃあ、風がすごいからもう潮がね効いてればいいですけどね。あ、ラブってるラブってる、あれラブってるんじゃない、ラブってるやろ、これアップできないの、すごいことだって見える、これ、ほらほら、そこなんだろうな、はい、一回来たとこもありますね。ここのこの先の道ですね。ここの磯場も行ったんですけど、向こうの磯場の方に行きたいと思います。あれ行けると思う、あれ聞いてみようか、レッツゴー。制限時間あと1時間、制限時間内にイカを釣り上げられるのか。なんでイカ釣ったのにお尻の隅についとったねえ、降りれそう、降りれそう、降りれたら無敵じゃない、ここシャドウけど、うん、ゆるまずめのシャドウがいいと思うけど、うん、イカ？あんた？バラした？やった！やった！ギリギリ一本です。いや、いいんじゃないサイズ。あとでちょっと測ってみようか。900ぐらいある。いや、そんなんなかなか。500、500、500。またまたシャムが。また。セーフね。泣きそうや。釣れんやったもんね、今日ね、なかなかね。風がなくていいね。いやー、マジワンちゃん上がってほしいわ。クイズです。何を歌っているでしょうか。コメント欄に答えを書いてください。当たった方1名様にエビプレゼント。はい、移動してきました。いつもの場所ですね。もうやっぱここになります。ここに乗せたでしょ、この間。そこにいい暗さになってきましたね。来たー。どうやって寄せようかな。下しかないよな。でもまあまあ上がってこないのよ。塩に乗せまくってたから。ああ、一本、一本です。一本だからね。取りたいわよ。これは。ちょっと待って。ああ、そうか。これしかないから、ここ行くしかないよね。はいはい。やりますやります。やります。頑張ります。絶対に。よし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 。本当。乗せといて。よし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 、はいはいはい、カニが、ああ抜けた、カニがいて抜けた、カニがいて抜けた、悔しいわ、悔しい、もうギャフいる。正解。皆さん、今回はですね、私学んでおります。
というのも、はい、こういうものを持ってきております。これメンバーのしょうちゃんから誕生日プレゼントでいただいたレーコンのギャフです。500でも使います。500だなと思ったら使います。もうもしかして釣らないとかあるん？ここやん。いやここめっちゃいいやん。風めっちゃ流し、ごっついとこやん。もう炭めっちゃあるし、やば。いやここやろ。おー来た、最後に来た、よかった、来た、おーよかったよ、よかったよ、最後の最後よ、ドラマよ。500あるんじゃないでしょうか。まあまあまあある、まあまあある。ゲソ1本、ゲソ1本、500あるやろ絶対。これこっちもう、これ絶対剥がしたくないんで、500は生かしてもらったはず。絶対500は生かしてもらったでしょう。よっ、500は生かしてもらいましたよ。よいしょ、よいしょ、頭す。500はいったでしょ、完全に。エギがこっちです。なんだろうこれ、釣りなんとかですね。ドラドラドラ、ゼロゼロですね、ゼロゼロです。お願いします。ああないの、なんで、あと50。え、もう一回行こう、もう一回行こう、おるかもしれん、もう片割れのおるかもしれんけん、もう。うわー、500あればよかったな。なかったな、あると思ったんだけどな、なかったんだってさ。